はい、どうも皆さん、こんにちは、イずゆこです。それでは今回なんですけども、期間中、ビザ、ラインペイ、プリペイドカード決済で5%還元、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンでお得にということで、今回はラインペイについてですね、この動画では、ビザ、ラインペイ、プリペイドカードを利用されている方であれば、誰でも参加できるキャンペーンとなってますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。ということで、今回お伝えさせていただくキャンペーンなんですけども、こちらですね、コンビニ3社で、 ラインペイの ID 決済でかざしてお支しゃいをすると5%分のラインポイントの還元を受けることができます。しかもね、今回の対象のコンビニなんですけども、ご覧の通り、バナナセブンイレブンファミリーマートローソン。まあ、こういったところが対象のお店となっていると。で、しかもね、今回今こちら Apple Pay と出てはいるんですけども、こちらの Google Pay、Android もね、対象ということになっております。下にも出てるように、Visa Line Pay、プリペイドカードを Google Pay に設定したおしゃれが対象と。 ということでございますそれではね、キャンペーンの公式ページ一緒に見ていこうと思います。こちらですね、キャンペーン概要ということで、まず今回のこのキャンペーンなんですけども、期間がちょっと長くてですね、えー、2021年の6月の3日木曜日本日から2021年の7月31日土曜日23時59分までの約2ヶ月ほどのキャンペーンとなっております。これちょっと嬉しいですよね。2ヶ月ぐらいずっと5%還元っていうのはでかいと思います。で、そして条件特典なんですけども、キャンペーン 期間中に対象加盟店でビザラインペイ、プリペイドカード、アップルペイまたはグーグルペイに設定して ID でお支払いをすると後日合計利用額の5%を l i n ポイントでプレゼント最大1万ポイントまでということでございますので なので、今回の上限も単純計算をすると、1万ポイントが上限として、割ることの0.055%は20万。なので、まあ、期間中20万円分利用したら、この1万ポイントに上限到達するということになります。まあ、コンビニで20万円ってなかなかね、使うことはないかもしれないんですけども、かなり、そのセブンイレブンとか、まあ、ローソンファミリーマートのヘビーユーザーの方であれば、行く可能性ももしかしたらあるかもしれないですね。ですけども、このキャンペーンで、 得点のラインポイントの限りがあるみたいです。 なので、上限に達した場合、キャンペーン期間中でも本企画は終了することがありますということでございますんで、まあ、めちゃくちゃ人気のキャンペーンであれば、もしかするとね、1ヶ月とかそういった感じで終わる場合もあるかもしれないので、ここはね、頭の片隅に入れておくことをお勧めします。一応ね、もしその終了する場合に関しては、終了日の14時までにこのページでお知らせするみたいなので、そこら辺もね、事前にチェックをしておいてください。で、対象の加盟店なんですけども、先ほどお伝えしたようにセブンイレブンファミリーマートのローソン、そしてローソンの中でも ロローーンンとかローソンストア100も含むみたいです、す LINE ポイントが付与される時期なんですけども、こちらは分かれておりまして、2021年の6月3日から6月30日、6月いっぱいで利用した場合は、約2ヶ月後、8月1日から8月15日頃に LINE ポイントが付与されると。で 7月いっぱいの間に使った場合は9月の中頃までにまあ不要がされるということになります。注意事項としてここもちょっと押さえておいた方がいいかなということで、アップルペイまたはグーグルペイにビザの LINE ペイクレジットカードを設定したおしゃれは対象外となりますということですので、まあね、LINE ペイプリペイドカードと LINE ペイクレジットカードっていう2種類あるので、ここはね、ちゃんと間違えないように今回はあくまでのビザ LINE ペイプリペイドカードが対象となります。で、ビザ LINE で、プリペイドカードは LINEPay 残高のお支払いとなります。チャージアンペイはご利用いただけませんということでございますんで、普通にね、銀行口座とかセブン銀行 ATM でチャージをして、 そこで、あとは今回の ID 決済で決済をするっていうところがポイントとなります。で、ここもちょっと重要かなと思いまして、対象店舗が百貨店や駅ビル、ショッピングセンターなどの施設の中にある場合、ガソリンスタンド、併設店舗、自動販売機、その他一部の店舗はポイント費用の対象とならない場合がございますということだったので、まあ、とりあえずね、もうセブンとか、まあローソンとか本当に店舗単体であるようなところであれば大丈夫っぽいけども、まあ何かしらのそのお お店と一緒になってるようなところっていうのはダメっぽいのでまあ、ねどういったところがダメなのか詳細は出てないんですがもし利用される店舗がこれに該当しそうだなっていうときは、まあ、そこら辺の店舗で今回の決済は避ける方がいいかなと思ってますで一応ですねこちら詳細で iPhone ユーザーとか Android ユーザーっていうことでまあ、設定方法とかね諸々出てますんでこちらも気になる方はですね公式ページチェックしていただければと思いますでもしですね今回のこのキャンペーンなんですけども実際にその5%還元5% 5%還元とはいうものの実際にどれぐらいお得なのかなんとなくのイメージで見ていただければと思うんですが例えばですね1ヶ月間コンビニこの3社まあどれでもいいんですけどもまあ3000円とか5000円とか1万円とか15000円とかだいたいそのコンビニで使う額っていうのが分かんないんですけどもだいたい僕も5000から1万円はいかないかなという感じでまあコンビニでお買い物することはあったりはしますで今回のその5%還元を使った場合どれぐらいポイント還元がされるのかということなんですけど けどもまあ、ざっくりとこんな感じとなっております。3000円使った場合5%であれば150ポイント。5000円分使ったら5%であれば250ポイント。1万円分使った場合は5%は500ポイント。そして1万5000円分使った場合に関しては5%は750ポイントということでございますんで、まあ、これを見ただけでもね、まあ、ある程度5%還元っていうのがまあまあ大きいような感じはするので、もともとね、コンビニの商品というのは単価が高いもの多いんですけども、最近はね、半額のクーポンとか何かしら クーポンを使えばなんちゃかんちゃお得になったりする場合もあったりはするのでそういうのと併用してうまくねお買い物すればお得になる場合もあるかもしれないです。 そしてもう一つですね。今回のこのキャンペーンは実際にどういった方がおすすめなのかということで、これは僕が勝手に独断と偏見で二つにまとめてみました。まず一つ目なんですけども、LINE ポイント収集家の方ということで、まあね、本当に常に日頃から LINE ポイント集めてる方であれば、このキャンペーンに参加する価値はあるかなと思います。メインカード、ビザ、l i n e p イ、クレジットカードを使って LINE ポイントを使ったりとか、普段からスマホ決済の l i n e p イを使ったりとか、もう基本的には LINE ポイントを貯めて いる方はねこのキャンペーンは率先して参加してもいいと思いますなので普段から LINE のコンテンツを使ったりとか LINE ペイのポイント払いをする方であったりとかあとは PayPay ボーナスに交換するとかまあ、LINE ポイントってね結構いろんな使い方があったりするのでまあ、こういったものに該当される方はね今回のこのキャンペーン参加しても見てもいいと思いますで次2つ目はこちらですね今回のこのキャンペーンが発表されてなんとなくこの僕と同じように思った方も中にいらっしゃると思うんですけども三井住友ナンバーレスのカードを持ってない方ということ これどういったことかというと三井住友ナンバーレスのカード今ね本当にすごい人気の三井住友カードの一つとなってるんですがこちらのカードの特徴といえばもうこちらなんですよねこの三井住友ナンバーレスを使ってタッチ決済を行った場合コンビニ3社とマクドナルドで5%還元という V ポイントをもらうことができますまあ僕もね今現在愛用しているカードの一つにはなってるんですけども本当にねクレジットカードの中でもタッチ決済をすることの5%還元ってまあまあ本当に今コンビニ決済の中で はかなりの高還還元元ななななカードの一つとととっっっっててててるんじゃないかなと思ってます冷静に考えてずっと5%還元って異常で、すもんねしかもも年会費が無料っていうなのでもしこれを持ってる方で、普段から V ポイントを貯めたい方は、このナンバーレスのカードで全然決済しても OK なんですけども、もしこのナンバーレスのカード、もしくは普段からクレジットカードを使いたくないっていう方がいらっしゃったら、今回の Visa9Pay p r e p a カードの ID 決済をして5、5%還元を受けるっていうこともいいと思います。なので、実際に自分がど どのポイントを貯めたいのか、どのポイントを日常で貯めてるのかによって、今回のこのキャンペーンの優先順位っていうのは変わってくるんじゃないかなと思います。ってことでね、こちら v i s a l i n e p プリペイドカードの設定方法なんですが、こちらウォレットの画面、右下のウォレットのところを押していただくと、ここにですね、LinePay のところがあるので、ここをタップすると、 こういった画面に切り替わります。で、ここに右側にですね、Apple Pay のマークがあるので、ここをタップしたら、下からこういったメニューが出てきまして、今回はね、Visa Line Pay プリペイドカードを設定してみたいと思いますので、ここをタップすると、こういったプリペイドカードの情報が出てきます。で、ここの Apple Pay のところを設定するっていうところをタップして、画面をどんどん進んでいっていただくと、こういった画面が出てきまして、これで Visa Line Pay プリペイドカードの設定が完了となります。めちゃくちゃ簡単ですよね。で、この画面の 状態で今回のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートこういったねお会計の時に ID 決済でお願いしますっていう風に伝えれば今回の5%分の LINE ポイントの還元を受けることができるということになりますめちゃくちゃ簡単ですよね ということで今日お伝えした内容をまとめなんですけども、キャンペーンの期間は2021年の6月3日から7月31日までで、特典内容として VLPP って書いてるんですけども、これは Visa Line Pay、プリペイドカードのことです。これで ID 決済をして5%分の Line イ,イントの還元を受けることができます。で、上限なんですけども、1万ポイントとなっておりまして、20万円分を決済することでこの上限の1万ポイントに到達します。で、対象加盟店なんですけども、7-11ファミリーマート、そしてローソン。ローソンの場合は、ナチュラルローソン。 ローソンストア100も含むと。まあ、ローソンがちょっと2回来てますけどね。特典付与される時期なんですけども、6月いっぱい使った場合は、8月の1日から8月の15日頃に付与されると。で、7月いっぱい使った場合に関したら、9月1日から9月15日頃に付与されると。で、対象外となるものに関したら、ビザのタッチ決済であったりとか、あとは一部の対象外の店舗もあったりするので、ここはね、気をつけた上で、ぜひお買い物をしてみてください。それに加えてですね、LINP e a y では今現在こちらのキャンペーンも開催されております。 全国のマクドナルドのお店で l i n e p a y の ID でかざしてお支払いすると、150円相当の l i n e p a y 残高がプレゼントされるっていうようなキャンペーンとなっております。こちら6月いっぱいのキャンペーンとなっておりまして、合計100円以上のお支払いが対象ということですので、100円以上って多分ね、ソフトクリームとかが100円ぐらいだったので、それを購入したら50円分ね、浮いちゃうっていうこともあったりするんで、まあそういった方法でね、マクドナルドでも このビザラインペイプリペイドカードを使って ID 決済を試してみてもいいかなというふうに思っております。あそんなことで今回はラインペイプリペイドカードの5%還元キャンペーンですね。そちらについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや、ほんとね、このキャンペーン、このタイミングで来るかって思った方はね、結構いらっしゃるのかなというふうに思っております。まあ正直ね、まあ日常であまりクレジットカードを使いたくないとか、まあ何かしらの理由があって作れないという方も中にはいらっしゃるかと思いますんで、そういった方はね、このキャンペーンはかなり美味しいキャンペーンになってるん じゃないかなという風に思っておりますでですねまあ、ちょっとこのキャンペーンの補足にはなるんですけども例えばセブンイレブンに行った時にちょっとどの商品買おうかなと迷う場面っていうのはあると思うんですよまあ、その時にですねぜひ僕が超絶推してるお菓子がありましてそれをぜひ購入すればですねこのキャンペーンも楽しめるんじゃないかなという風に思いましてその商品というのはバナナ